孫玄一は大韓民国海軍の潜水艦。ドイツの輸出用通常動力潜水艦214型潜水艦。韓国では孫元一級潜水艦としており、その一番艦。艦名は初代海軍参謀総長を務めた孫元一に由来する。孫玄一は現代重工業ウルサン造船所で2002年10月に、 帰候し、2006年6月9日に、ロブゲン大統領が臨席の下で、浸水、2007年12月27日に、富山作戦基地にて収益し、沈海に所在する第9戦団に配備された。しかし収益後プロペラシャフトから発生する騒音が大きいことが判明したため、プロペラシャフトを交換することになる。新東亜によれば騒音問題は事実でないとされる。 2012年11月、原因不明の騒音発生のため前年4月より完全解体の上修理を実施していることが明らかになった。修理作業にはドイツより招聘された技術陣も参加しているが、現在に至るまでこの間が第一線に復帰したという発表はされていない。また2014年10月、韓国 SBS は、孫元一級は、 数週間の間、海中で作戦行動を行える性能を有しているはずにも、かかわらず、実際には燃料電池の不具合から連続先行が可能な期間は数日に過ぎなかったと、報じた。孫元一級三隻の燃料電池は、海軍が購入する前からすでに不具合が判明、納入前から93回も故障していたにも、かかわらず海軍はこれを三隻購入した。 その後も燃料電池は百二回も停止したという。防衛事業庁は浸水してから六年が経過した二千十三年、燃料電池の冷却システムに問題を見つけ、二千十四年上半期に修理を終えたと明らかにしたという。三百9マイトン二千十年十二月十日、朝鮮日報最新衛潜水管、孫元一艦に重大欠陥二千八年三月十五日、 新度は 214?2007 年2月1日、韓国軍、海軍の主力潜水艦、20ヶ月も修理中、朝鮮日報インターネット版、2012年11月2日、軍、韓国 SBS2014 年10月9日。ありがとうございます。